セコヤスタロは日本の写真誌。農美自身の被害状況を記録した写真を残したことで知られる。1836年、セコヤ在門の次男として、美濃国麦軍上野穂村に生まれた。小島やなぎ川津に支持して写真術を学んだ。1875年に岐阜にセコ写真館を開く。 1891年10月にマグニチュード8.0の脳尾地震が発生すると、弟子を連れて、岐阜、高富、大垣、羽島、笠松に至る一円を様子を記録に収め、脳尾地震の地震断層であるネオ谷断層も撮影した。1923年に死去したが、同年に、瀬コ真嗣が2代、瀬コ安太郎を襲名した。瀬コ安太郎幕末、 明治の写真誌、総乱、1000名以上の写真誌データベースから、人名、開業年、出身地などを検索。2021年7月17日へ閲覧。AB、歴史的大規模土砂災害地点を歩く。イサボーネット。2021年7月17日へ閲覧。七七の写真。脳美自身とネオダニ断層。岐阜大学教育学部地学科。 2021年7月17日閲覧。AB、水潮断層がけの写真。能美地震とネオダニ断層。岐阜大学教育学部地学科。2021年7月18日閲覧。a b への元有事、小藤論文の能美地震ネオダニ断層写真について、歴史地震、第21号、歴史地震研究会、2006年、219から222ページ。 2021年7月18日、閲覧。ありがとうございます。